チラシチェックに目の色変わる。日本経済円高株安影響を受けて、ここぞとばかりに市場にあふれる舶来品の山。この暑さ、わずかな時間ですぐにお湯。ラーメン作りも太陽光ですぐに沸騰。早い。鏡の効果ですぐにゆで卵。さらにうどんも。30分でこの日焼け。夏のそうめん、うまさ堪能。これが我が家の普通の気温。まだ上がりますよ。今年は自粛、新型エアコン扇風機。天然冷房、雷さん。今日のチラシで見つけた大目玉。ご飯ですよ。ご飯ですよって呼ぶんだったら全部揃ってから呼べよ。ずいぶん威張ってるね。お父さん大臣かい。これは上物、安い。お父さん、このうなぎ買ってくればいいじゃない。15買ってきて。翌日もその次もまたうなぎ。またうなぎかい。またうなぎかよ。なんぼうなぎが安いからって言ってね、1週間も2週間もうなぎ食わされた分にはどうかしちゃいますよ。今夜は何ヶ月ぶりに刺身。なんかお客に行ったみたいだよね。金残り少々、年金日まではやりくりはお任せ。これが朝飯、赤信号。猛暑が続く毎日。お昼はインスタントの簡単ご飯。十分なお湯を使って今日一日の汗流す。夏はこれですね。朝晩はなんとなく秋の気配が。うなぎが懐かしいこの頃。買い出し部隊のお帰り。努力の賜物、目玉ぞろいの食料品。簡単ご飯の代表、卵かけ。もっと簡単、お茶漬けご飯。口に入るものなら何でも結構。なんだか切ないね。このところお茶碗お箸出番なし。もったいないからなめちゃった。とうとう米びつも空になったか。これ洋食気分。今日のチラシチェック。明日の目玉に向けて急降下。
暑かったね。今日もくれるよ。今年の夜は毛布一枚かけて寝る。今日も暑くなるぞ。おいおい、どうしたんだよ。先生がね、栄養のバランスが極端でね、こうなっちゃったんだってさ。牛乳をいっぱい飲んでミルクタンクを満タンにすることだってさ。お父さんおしゃべりだから黙ってな。誰か自分のやりたん。まだありますよ。毎日うなぎ食ってると栄養が強すぎちゃんだってさ。うなぎがいいって言ったのはお父さんですよ。自分だって食べたくせに、乾燥おっぱいがいい証拠だよ。明日は穏やかないい日になりますように。